はい、こんにちは。こんにちは。バーディー取るけ、マオの笑顔もスコアメイク、山本真央です。よろしくお願いします。なに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 、なんか、なんですか、あれですね。なんですか、自己紹介ですか。自己紹介、はい、バーディー取るけん、バーディー取るけん、福岡出身なのでちょっと方言入れたいなと思って、うんうん、バーディー取るけん、マオの笑顔もスコアメイクで今年70代を出したいなと思ってるので、ちょっとバーディー取っていかないと出ないのでっていう感じのキャッチフレーズ、ね、そうです。ありがとうございます。はい、はい、久しぶりの山本真央ちゃんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、久しぶりのリンゴールさんの YouTube なんで、ちょっと、はい、はい、ドキドキ。ドキドキしてますと。ドキドキしてます。はい、ですが、あいにくの外は雨なので、今日はシミュレーションで、ちょっと一人でプレイしていきたいなっていう感じなんですけど。真央ちゃんといえば、アイドルをね、やってて。そうです。で、今はゴルフ関係の仕事を中心に。そうですね、東京に来て、はい、アイドルやって、うん、今はもう卒業してもうゴルフ中心でやっていっております。はい、はい、今日は真央ちゃんのことをいろいろ聞いていけたらいいなと思ってます。はい、皆さん興味あるかな。ぜひ見てください。ぜひ私のことを見てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やってもらうコースは、はい、海外のセントアンドリュースのニューコースを今日は回っていきたいと思います。わかりました。海が見えるコースになっております。はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。まずはドライバーから。ではお願いします。お願いします。行きます。え、超転がる。すごい。なんか海外のコースってあのグリーンの外より外でもパター打てるって言いますよね。あ、そのぐらいちょっとこう転がる。めっちゃ転がる。へえ、じゃあもう残りがどうなんだ。93っていうことはピッチングちょっとオーバーするかな。まあ、シミュレーションだとちょっとずれるかもしれないけど、いつもはだいたいそのぐらいってこと。はい、はい、ピッチングは100ぐらいです。どうだ、いけ。いいんじゃないですか。止まれ。おー、いい感じ。乗ってるのも拍手さすがっすけど、拍手そのギャラリーが、そう、ギャラリーちゃんといるから。シミュレーションも結構正確じゃないですか。めっちゃ正確です、ね、超正確。距離すごい正確。うん、すごい正確。7メートルパター大体1メートル OK ぐらいの設定。はい、ありがとうございます。ということで、まず1ホール目はパーでした。あっさり。あっさり。パー4の365ヤード。いろいろ今日聞こうかなと思ってるんですけど、はいはい、アイドル時代のことって NG ってあるんですか。NG ないんですよね。怖い怖い。なんだろう。怖い怖い。うん、けどなんか広いですね。いやでも性格すごい。曲がりもすごいね。なんか性格。もうここでも、ね、完全にここに当たってる。171。すごい、このリアルだったら厳しい。ここのリアルだったらマジで多分5台以上打ってそう。無理じゃないですか。無理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 。入れないんちゃう。どうするんだろう。
え、これどうするの？パーセントが打った距離に対してあのぐらいに落ちますよって、うん、65から70。え、これどうしたらいいの？本当でもおすすめのクラブサンドウェッジだから S でいきます。ちょっと打ってみます。むずっ。まだ、お、大きいか。おお、中央大きい。まあ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 、これリアルだったらもう、うん、もう無理無理無理。リアルはリアル無理。多分9m。 プラス2ってことは上り？上り、うん、え、的には上って、上ってます。ナイスタッチですね。イエイ、ボギー、ボギーか。まあでもあの雑草に入れてボギーはまあいいと思います。シミュレーションゴルフの良さですね。良さ良さ良さ。NG ないって言うんで聞き換えます。なんかメモ出してるんですけど、メモしてたんですか、マジ。え、何？そうした。何アイドルのことを、時代のことを聞けるときに聞いとこうと思って。え、何？わ、はい。まあまあそんな意地悪はしないです。ちょ、知らない方のためにありますけど、あの HKT48 に所属してました。はい、ました。はい、ました。そうです。はい、4年半活動してました。ま、確かあれですね、ご家族の方が応募出しちゃったとか。そう、そうですよね。そうですね。そうですよね。そう、なんか新聞にまずドラフト会議っていうのがあって、それで親が応募してます。はい、あ、オーディションじゃなくて。そうだそうだ、ちょっと特殊 でメンバーが選んでくれるやつなんだよね。オーディションじゃなくてね。はい、そうで、それで決まりましたってこう報告もらった時に、はい、もう言われた瞬間ってどんな感じだったんですか？え、もう、まあ、多分検索したら多分画像とか出てくると思うんですけど、こんなんかめっちゃガッツポーズしてました。ガッツポーズ。もうなんか、なんて言うんだろう、ダンスも本当にできなくって、合宿みたいのがあって、もうそこでめちゃめちゃこう頑張ってた、その全部の思いがそのガッツポーズに現れてると思います。多分画像見たら本当に分かる。すごい、あれはもうすごいガッツポーズですっていう感じの思いです。なるほどね。よっしゃーではないけど、よっしゃーではなく、よっしゃーではないけど、なんだろう、なんか分かんないです。自然と本当にガッツポーズが出る思い、どう思ったか自分ももう覚えてないです。なるほどね。そう、でもまあ辞めてもう結構5年ぐらい経つんですけど、そう、5年経って、で、去年の、まあ、去年もう1年経つんですけど、去年東京に来て、でそこから東京でもアイドルまた半年ぐらいしたのかな、出していただいて、でもアイドルはもう卒業してって感じです、今。いや、ちょ、ちょ、終わらせない、終わらせない。で、そのアイドルやってて、はい、あの、きつかったこと、きつかったこと、これきつかったなみたいな、全部です。全部、あ、やっぱ大変なんですね。本当にダンスも歌も本当に苦手すぎて、もう未だに言われますもん、ダンス本当に下手だったよねとか。ファンに？ファンの方とかもめっちゃいじられるんですけど、うん、それぐらい本当にできなくって、でも毎日も練習し続けて、そうです、いろいろきつかったんですけど、でも本当にアイドルやれてよかったなって思ってます。うんうんうん、そっちの方が強いです。今でもね、すごいさ、ツイッターとかさ、はい、昔のファンの方とかいらっしゃいますよね、見てると。そう、ずっと見てくれてる方はいて嬉しいです。そうでね、あのゴルフがね、好きで、まあ昔からやってて、はい、ちょっと今はゴルフ関係でこう、はい、活躍したいなみたいな感じだもんね。あの、ジョジョ円カップも出てますもんね。そうですよね。いや、めちゃくちゃすごいですよ。はい、まあ、今もうなくなっちゃったからあれですけど、あれに出れるってすごい光栄です、本当に。まあ僕は勝手に山内スーランちゃんとちょっと対決してくんないかなって勝手に思って、そうしたい。なんか一回何でしたっけ、ツイッターかなんかに誰かが選ぶゴルフ女子ランキングみたいな、スズランさんが1位で、ワンが3位ぐらいで、いつか本当に対決したいなって思ってます。でもそんなね、どうなんですかね。一回も多分一緒に回ったことはなくて、ジョジョ園、そう、ジョジョ園カップさんで一緒にお会いしたぐらいなので、いつか機会があればいつか、ね、山本ママ喧嘩売ってるとか言って、ね、確かに。まあ一緒に練習でもいいので、ちょっとお会いしたいです、本当に。あ、
はい、いいっすね、うん、やってるうちにもしかしたらそう本当にね、つながってくるかもしれないんで、うん、はい、頑張っていきましょう。はい、鍛えていきます、はい、まずはここのホールをあ、そうですねパー5はい、パー5ドライバー、207ヤード。あ、惜しい。あ、惜しいじゃない。惜しいじゃない。惜しい。いやいや、シミュレーションモードのバンカーってどうなんだろうなって、ちょっと気になります。ちょっと切れませんよ、そんな。絶対入れない。なんか悪い人に見えちゃうけど、違う違う。いや、319ヤード、残り5番と。はい、あ、ダフル、うん、ラフだったんや。なるほど。食われた。食われました。ああ、確かに70%から80%とかなってる。ああ、食われました。見てなかった。残り190、もう一回。でも実際のコースでもまあ、こう、そうだな。パー5だったら5番ウッド2回打ってるからね。いい感じじゃない？あ、どっち？いけいけいけ。おお。いい、いい、見た、ナイス、ナイスクッション。すごいすごいすごい。いい感じ、いい感じ。なるほど。ありがとうございます。ギャラリーいるわ。ギャラリーいる。そう、ちょっと画面調整ってないけどギャラリーいます。29のプラス35。上り？超奥なんだ。20、35、35センチ。めっちゃ打った。アプローチみたいなもん。ですよね。やばいぞ。結構打ってんの。まだ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 よ。やばすぎ。ということで、このホールはダブルボギーを叩いてしまいました。パッドがシミュレーションでもパッドがダメだ。あ、リアルもパッドがダメなんですよ。この間なんか YouTube、 別の YouTube に出演させていただいた時にコメントでもパッドが何ありって書かれてて、何ありって書かれてて、そう、マジで練習しよう。なるほどね。そうです。ということで3ホール終わりました。3オーバー。